では3つ目のキーワードです。じゃん、世界料理学会大きく出ちゃいましたね私これ知らないんですよね。何が世界っていうの、何年もやってるんですかこれ。もう4年、あ、そう、今度が4、あ、もう5年半なのかな。あの不定期ですけれども、うん、あの4回目になりますね。今年は9月なんですって。9月の9日10日9日10日2日間9日10日ってさっきカレンダー見たら月火なんですよはい、月火、いつも月火なんですね。土日じゃないんですねそうなんですよ、日曜日に前夜祭代わりに函館の有名なバルガイというバルガイがあるんですよ。え、なにそれをくっつけてみたいな感じなんですか。そうなんです。ああ、そう、世界料理学会は正式名称は世界料理学会 in 函館、うん、函館なんです。函館の有志が勝手にやっている料理人の祭りっていうことなんですね勝手にやってると言いながらものすごくこうやっぱり今聞きたい、この人の話を聞きたいっていう方が本当に、ね、一堂に会するんですって。そうなんですよ、なかなかないよって言うんですよ。これいながらにして聞こうと思ったらちょっとね、うん、他にはないですね、東京にもないです。世界の最前線の話が聞けるんですって。そうですね、うん、みんな今いろんなグローバル化で地球の裏側で起きてることが自分たちの食卓に影響があったりとかするようになっちゃったじゃないですか、うんうん、はい、でそれは良くないねとか悲しいねって言ってたんだけども、もうそうなってるので、うん、みんなが世界に散らばってる料理人さんたち、みんなそれぞれが料理に対して自分が何ができるかなってことを結構考えながら日々お仕事してるっていうことが分かって、うんうん、でやっぱり料理が好きでたまらないっていう人たちが、うん、でもあったりして、はい、そして技術っていう点でもどん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 進化していきたい、あるいは古いものを力強く守っていきたい、うん、いろんなスタンスでこの一つの仕事をやってるんですよと、はい、でそういうことを顔を合わせて会ったことない人たちが話し合ったりしたら、うん、すっごく盛り上がるんじゃないっていう、分科会みたいな感じであるんですか。分科会もありますが、講演会、まあ、メインのホールでは講演会が連続してあって、あ、合間合間に分科会別な小さいお部屋でやったりもします。そういった企画今してるところなんですけどね、食の最前線の話が聞けるって。で前の日に函館バルで飲んで、日曜日飲んで、で月曜日火曜日というよくね、2日間で学会があるということなんですけど、トップシェフたちもバルガイで一緒に前の晩酔っ払ってます、ね、会えると思う、サインしてもらったりしてますね皆さん、はい、楽しい、9月のイベントを教えていただきました。ホームページなんかでもちょっとチェックしていただきたいと思います。お願いします。ずっと取材をされていく中で、まあ、こういう料理学会なんかにもこう、こちら実行委員って言っていいのかな、はい、ね、実行委員側となっても関わってらっしゃる深井さんですけど、これからの話を聞いた時にもう外食産業は本当にもうここから先変わってくる、求められるものもね、うん、お役目的なものも変わってくるとおっしゃってますね、はい、そうなんです、うん、もうすでに始まってるんだろうと思うんですけど、うん、私たちの親世代が私たちに家庭料理をしっかりと仕込んでこられたのかなっていうと、意外と伝わってないんだっていう調査が実はね、うん、ありまして、はい、あ、そうか、言われてみれば、はい、メリマイディじゃあ一通り修行したのかって言われると、いや好きなものだけできるけれども、うん、そういう風になっている。そうね、全部その花嫁修行的にね、うん、家事を仕込まれたとかっていうのは私世代でもうすでにないですね、うん、まあ正直言うとちょっとそういう境目の世代なんですよね。そう、境目の世代ですね、うん、でそういうことがあると、じゃあ家庭料理っていうのは自然と伝承されていくからもう大丈夫だねっていうことはまず崩れてしまう、うん、その上にじゃあお家でお料理をしなくても食べられる場所とかサービスがいろいろあって、はい、例えばコンビニでお弁当が買えるようになりましたよね、うん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 、そういうようなことがあって、コンビニのニーズだってもう今すごくこう広くなったというか、はい、本当昔は若い人が一番利用されてたのが今高齢者に向けたサービスどんどんやってるでしょ。生活を支えるサービスにも変わってしまってますよね、はい、だから善悪で何でもこう判断して、うん、運動とかっていうのは私はあんまり現実的に好きではなくって、はい、そういうことを受け入れたら、うん、じゃあ今できることなんでしょうかっていう話になると思うんですよね、うん、はい、で、まあ、料理人さんたちには、うん、私がじゃあお料理する元気がもうなくなるぐらい年を取った時に、あなたのお店に食べに行くわけだから、はい、もうどうしても続けていただきたいっていう話を若手の方にはしてますし、うんうん、体を養ったり健やかにしたり、うん、それから心の部分でも温かいものを体に入れるって慰めになったりしますからね、うんうんうん、そうですね、はい、
そういうようなことも含めて、外食の役割って社会の中でものすごく大事になってくる、社会インフラだと思ってるんですよ、外食が。なるほど、そういう時代にもうなりかけているので、意識高く、そうですね、そしてもう誇りを持って、やっていってほしいなって思ってるんです。和食は特にそのしっかり取ったお出汁の一杯で、その気持ちが満たされる、あったかい汁物でね、気持ちが満たされるっていうことで言ったら、しっかりしたお出汁での、例えばお吸い物とかって、私外食でしかほとんどいただけない本当に恥ずかしいですけど、今度昆布あげます本当に私函館にいたことある、函館南茅部の昆布あのお出汁の簡単な取り方をさっき教えていただいてね、私が家でこうちゃんとしたお出汁を、あの例の顆粒のやつでお味噌汁まだ食べてるんだったはず。いや、あのね、言い訳をするようなんですけど、やっぱりあのいろんな、少しでもたくさんの種類のお野菜とか、まあ、肉でも魚でも、食材が胃袋に、家族の胃袋に入るように、私やっぱり調味料系結構使っちゃうんですよね、クドゥとか進みますしね、そう、あのお鍋の素とか、ああいうので勝手にパッとお出汁はもう味付けは簡単にもやっちゃって、でもお野菜とかお肉とかお魚も少しでもあの、はい、たくさんお腹に入ることをこう、私ね、なんか言い訳してますか、さっきから正直者ですお出汁とかちゃんとしっかりとってないんだ、あそこからも栄養っていっぱい取れるのにね、味のね尺度を作るって言われてるんですよね、はい、でも、私もコンビニのおにぎり買うことあります。今の消費者というのは、自分もそうですけども、生活者って言った方がいいのかな、いろんなシーンを持ってるんですよ、ものすごく豊かな方でも時間がなくてそういうサービスを利用されることだってもちろんあるはずですし、私みたいな普通の人がものすごい贅沢なところでお食事することだって選べるんですよね、今階級社会じゃないんで。食材を買うのもそうですよね。そうです、何選びますかっていうことなんです。シーンに合わせて賢く選ぶのは悪いことじゃないので、きちっとやってるから偉いみたいなことになっちゃうと、もうこれお説教にしか聞こえないもう本当正直ね、あのすいません私も離脱しますって気持ち持ちになっちゃうんで、やっぱりいい話がね受け入れてもらえないんじゃどうしようもないんで、そういう言い方はしたくないし、自分もそこまでのもんじゃないんで、それよりはじゃあ今日はできるよっていう日に、誰の作った野菜買いますか、っていうふうにあのセミナーなんかでお話ししてるんですね、はい、料理人さんにも同じです、あのどういった味のスペックのものを選びますかっていうことは、もちろんお料理を作るプロなんで一つありますけれども、その他にじゃあそこにはあの何かが一つ足りなかったとしても、この人のことを選びたいから使ってますっていう、そこを技術でこういうふうに工夫しましたっていうようなことももちろんありだと思うんですよ、はい。東京でバブルの子ってバブルの話してすいませんいいですよ、ついてきたよみんなすいません、東京で、あの行かないでくださいバブルの頃景気のいい頃というのは、お金を出して世界中の食材を集めて東京の料理人が料理したものは最高級だったんですね。そうでしたね、でもそれ豊かなの本当にと、北海道に帰ってきたら、じゃあ取れたての美味しさっていうのを表現できる人いっぱいいて、そういうチャンスもいっぱいある、そういうことはお金で解決しづらいんですよね、逆にそういうことを強みにしていけばいい、素敵じゃんっていうような話もいたしますし、そうですね、じゃあ家で料理するときだってそうだよね、茹でただけだけどすっごい美味しいってよその人に言われたりありますよね。 あります、そんなことが実はすごい価値なんだなと思うし、とちょっと家で作るときも楽しい。そうですね、私もなんかこう料理本も設計図みたいに面白く見て、そしてなんか毎日は無理かもしれないけど、年に数回、ひな祭りの頃にね、ハマグリのお吸い物が上手に作れる人になりたい。まあ素敵要するに晴れの日ぐらいはきちんとしたその我が家のお出汁の味をちゃんと残せる人になりたいなと思って、それ素敵かも、そこから行こうかな、いいですね、そこからとりあえず今日ちょっと深井さんに会って少し反省しましたので、そこからちょっとやっぱりお出汁とかね、そういうこうあの家庭料理は家庭料理の予算もちゃんと自分で、あの親からはきちんと作り方は教わってないけど美味しさは教わったので、だそこを同じです。そうですよね、味覚をちゃんと伝承できるようにっていう危機感もすごく感じております、世界料理学会でも本当にいろんなそんな話も出てくるかもしれません。9月の9、10ですね、はい、ということでぜひ実行委員されてます、チェックしていただきたいと思います。ということで今日のゲストはフードライターの深江園子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。